皆さんこんにちは、まあです。悲劇が起きました。なんと、もうすぐね、私沖縄に行く予定だったんですけど、その日に台風が直撃します。誕生日旅行の予定だったんですよ。沖縄の瀬底島っていうところを予約してて、飛行機ももちろんこのめっちゃめっちゃ高いシーズンに予約していたわけですよ。でね、たくさん歩いたりとか夜ご飯減らしたりとかね、まあ、ダイエット頑張ってたわけですよ。夜ご飯減らすことがどれだけ大変なのかっていう話なんですけど、ということで私のダイエットモチベはゼロ。ダイエットってモチベーションが全てじゃないですか。モチベーションがなかったらダイエットなんてできないんですよ。ってことで私はダイエットがもうできません。ということで今日はね、爆食の日にしたいと思います。ということでこの動画を見てる方の中にも、ちょっとダイエットモチベ本当に今ないよっていう人もねいると思うので、一緒に今日は爆食デーにしましょう。こんな暑い中さ、働いてさ、前向きにさ、人生頑張ろうってしてるだけでさ、人間はさ、みんな偉いよ。暑い。外を歩いただけで1キロぐらい痩せたんじゃないかなってぐらい、34度。はい、ということで買ってきました。私の大好きなファーストフードはモスバーガーです。モスチーズとポテトです。モスバーガーのこの具がすっごい好きで、ファーストフードの中では一番ね、あのモスバーガーが大好きです。ってことで、みんなはさ、ファーストフードだとさ、どこが一番好きですか？私はもうほんとダントツでモスバーガーが好き。ってことでいただきます。やっぱこれが一番美味しい。今日は土曜日なので、まあ、旦那さんはね、普通に自由にね、ハンバーグを食べに行って、まあ、カフェに行って自由にね、自由な一日を過ごしております。私も自由な一日を過ごしております。ということでこの後ちょっとね、お出かけする予定があるので、最近サウナにすごいさ、ハマりだしたのにさ、さすがにこの暑さでサウナ行ったらさ、死んじゃうと思って、ここ 1,2 週間はちょっと行けてない状態です。あのね、にゃんこ、こなつくんはね、お家でずっとクーラーに当たってるので、とっても元気です。体調崩すこともなく、とても元気です。モスバーガーはね、2個食べる時もあります。今日もね、全然2個食べれたんだけど、ちょっとね、出かけるからさ、あんま欲張ってたらね、時間がなくなっちゃうから、ちょっとランチはこんな感じにしたいと思います。そしてね、私ね、本当にポテトが大好物なんですよ。本当にこのようにポテトだけになったとしても生き延びれるんじゃないかっていうぐらい本当にポテトが大好きで、でもね、やっぱすごく細い友達たちはポテトなんか食べ、あんま食べないとか好きじゃないって言ってる子たちが多いから、本当に細い子たちってポテト好きじゃないんだなっていうことをつくづくね、身にしみます。私はやっぱりね、ポテト好きだし、ポテチも好きだし、じゃがいも好きだし、さつまいも好きだしだから、まあ、やっぱね、太りやすいものが好きなんだよね。だから、まあ、食べながらストレスないように、自分なりに研究しながらダイエットして、それを発信してるっていう感じなんですよ。だからこういうものが好きじゃない人たちはね、勝手に痩せるんですよって私は思ってます。もう死な時点でダイエットしなきゃいけない宿命なんだなって思ってます。最近食べた中で一番美味しかったものがあって、山岡屋っていうラーメン屋さんがあって、ちょっともう一個の旅行チャンネルには投稿してるんですけど、そこの特製味噌が白味噌なんですけど、めっちゃ美味しくて、味噌なのにこってりっていうよりは結構なんかあっさりと上品な感じで、都心にはあんまりないラーメン屋さんなんですけども、本当にわざわざ時間かけて
行く価値があるぐらい美味しかったので、ぜひ行ってみてほしいです。8分目ぐらい食べたかなと思います。ということでちょっとね、出かける準備をしたいと思います。ごちそうさまでした。かな、かな、出かけてくるね。かにゃ、出かけてくるよ。できます。バッグは前 YouTube で紹介したシーンで、シャネル、ユナイテッドアローズ、セルフォードです。今回夜ご飯は渋谷にあるテントラという天ぷらの居酒屋さんに来ました。居酒屋さんに来ました。天ぷらがいろいろね、種類があって一個ずつ注文できるのがとても気に入っているお店です。天ぷら以外にも居酒屋メニュー豊富で、お酒の種類も豊富でした。というか来たのはもうこれで 3、4回目かな。冷やしうどんもあったので今回いただきました。最高に美味しかったです。まあ揚げ物ってやっぱりね、そりゃ揚げてますから太りやすいですけど、でも天ぷらをお家で美味しく揚げるなんて、そりゃもう至難の業ですから、お店に来て天ぷらを食べる、そして普段食べれないようなね、変わり種とかこういろいろやっぱり食べたいじゃないですか。まあ、今回炭水化物祭りって感じで、天ぷら、うどん、そしてこの後ね、ネギトロも注文します。いやもう本当にね、贅沢な夜って感じで、あとお酒はすだちサワーと、この後ねレモンサワーも注文しました。もちろんダイエット中にお酒いいか悪いかで言ったら悪いんですけれども、やっぱり食に合わせてアルコールを楽しむ、たしなむっていうのが私の食のマイルールです。なのでお家ではほとんどお酒は飲まないです。こうやって外食した時は食事に合わせてお酒を飲むという感じです。まあ、この映像を見る限りひたすら食べてるように見えますが、かなりめちゃくちゃ喋りまくって、そのシーンはカットして今食べるシーンだけを映してるという感じです。でこちらがネギトロで、海苔に巻いて食べるっていうすごくおしゃれな食べ物、そしてレモンの果実がめちゃくちゃたっぷり入ってたレモンサワー、おすすめです。ちょっとあまりにつぶつぶがいっぱい入ってたので驚きの表情をしてます。甘みがなくて結構苦かったです。やっぱ好きな食べ物が炭水化物中心なので、本当に意識して気をつけないとすぐ太りやすい体質というか食生活となっております。まあでもやっぱね、こう何も気にせずに食べるって本当に幸せですよね。ごちそうさまでした。そして帰りにスーパーでアイスを買ってお家で食べながらゆっくりしたいと思います。これねすごい
ぱりしててめちゃくちゃ美味しいのでおすすめです。今日はねちょっと夜ご飯ねめっちゃ食べた。本当に腹10分目、11分目っていうぐらいね。丼に天ぷらにネギトロにお酒も2杯飲んでめっちゃね最高でした。まあ痩せてようが太ってようが自分の人生なので、自分がなりたい姿になればそれでいいかなと思います。ネガティブになりすぎずにね、適度に自分磨きを楽しくやっていけたらいいのかなと思います。少しでもねなんかこう見てる人のね気休めになったらいいなと思います。最近買ったものとかねちょっと幅広くいろいろ更新できたらいいなと思ってます。それでは次回もまた見てもらえたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバーイ。